はい、こんにちは、稲船啓司です。インティークリエイトとはですね、長年一緒にアクションゲーム作ってきたんですけども、今回ですね、僕がアクション監修をする、新しいインティーの最新作が出ます。インティークリエイトらしいアクションとしてですね、本当に面白いゲームになってますんで、皆さんご期待してください。ビデオどうぞ。人類の中にセブンスと呼ばれる特殊能力を持つ者が現れ始めた近未来、この国では巨大企業スメラギグループの統制により大きな混乱もなく安定した秩序が保たれていた。スメラギの施策、その多くは能力者を強制的に管理下に置くという非人道的なものであった。能力者の少年ガンボルトは反スメラギを唱える組織フェザーにその身を置いていた。仲間たちと共にガンボルトはスメラギの支配から自由を勝ち取るために戦う。ガンボルトの能力は雷撃、特殊な銃で敵に飛来心を打ち込むことで雷撃を誘導、必中させる。ある日ガンボルトはスメラギのバーチャルアイドルモルフォの破壊指令を受ける。任務の姿、彼はモルフォの正体が幼い少女シアンのセブンスであることを知る。抹殺への戦いが彼の運命を大きく揺り動かす。襲い来るスメラギの能力者たち、ワームホール能力者メラク、トリッキーな攻撃がガンボルトを追い詰める。エクスプロージョンの能力者デイトナ、爆炎と足技が織りなす多彩な攻撃を前に彼はどう立ち向かうのか。戦いの中覚醒していく雷撃のセブンス、物語は電光のごとく加速していく。ドブルガンボルト、それは青き雷帝が導く新たなる神話。お楽しみいただけましたでしょうか。爽快なアクションがご覧いただけたと思います。2014年の夏に任天堂 e ショップでですね、配信しますんで、皆さんご期待ください。よろしくお願いします。